ここで台風3号の情報をお伝えします。まず雲の画像からご覧ください。現在フィリピンのミンダナオ島の東の海上に台風の中心があります。ミンダナオ島付近に分厚い雲がかかっている状況です。この後の台風の進路ですけれども、引き続き北上していく予想です。台風の勢力自体はあまり強まりません。明日にかけて中心の気圧が998ヘクトパスカル、最大風速20メートル程度で、台風の勢力としては弱い部類ですね。その後4日になりますと中心気圧1000ヘクトパスカルを超えてきまして、再び熱帯低気圧に戻るというふうに見られます。日本から離れたところでこの台風熱帯低気圧に変わりますから、雨や風が日本付近で強まるといった心配はないものの、熱帯低気圧に変わった後ですね、日本付近に周囲を取り巻く湿った空気が流れ込んで、梅雨前線が活発化する可能性があります。この後も特に週の後半の台風および熱帯低気圧の情報には十分ご注意ください。以上台風情報をお伝えしました。